をください」っていう曲だな。ちょっとね、誰が歌ったとかすぐ忘れちゃうんですよね。でもメロディーが1、2回聴いて入るっていうのは、これはいいんですね。それがきっと心に残るメロディーなんでしょうね。ヒットして何十回何百回ってこうテレビだラジオだ CD だって聴いてて入っちゃうのも、何回聴いても飽きやこないのも、これもヒット曲でしょうね。何でもヒットをさせるって大変ですね。事業でも、あるいは小さな家庭でも、いわゆるうまくいく、成功するっていうのは難しいと思います。ただ僕ら長年音楽をやらせていただいて、どっちかっていうとプレスリーだ、ビートルズだ、ポール・アンカだ、パッド・プーンだの時代なんですけども、我々はその音楽が染みついてますけども、今もとってもいい歌がたくさんありますね。音楽って本当にいいです。皆さんも